一ラバウルは、パプアニューギニアの当初地方の東、ニューブリテン州の都市。2011年の人口は4785人。パプアニューギニアニューブリテン島のガゼル半島東側に、一市、両港プソン湾を望む。東、ニューブリテン州の州都であったが、火山の噴火でここポニセントしている。ラバウルは、コプラやコーヒー、ココアの産地として有名。なお、 周囲は火山地帯として知られ、シンプソン湾自体もカルデラである。ドイツ領ニューギニア時代の名称はシンプソンハーフェン。1914年9月にラバウルで取られたオーストラリア艦隊1910年にドイツが建設した町である。第一次世界大戦までドイツの統治下にあったが、1914年9月、オーストラリア軍が占領。その後オーストラリアにより統治される。 第二次世界大戦中の1942年1月23日には、オーストラリア軍とイギリス軍と戦った末に、日本軍が占領し、1942年11月20日、着任した今村仁志陸軍大将などの指揮によって、東南方面への一大拠点が築かれる。ラバウル航空隊の基地があり、連合軍側からは、ラバウル要塞と呼ばれた。 日本軍の占領後は、陸海軍合わせて9万余の大軍が配置された。日本軍は豊富な兵力と自給自足体制による、食料の確保、そして堅固な要塞を築き上げていた。なお、イギリス軍やオーストラリア軍、アメリカ軍など、連合軍が1943年の夏以降に、日本に対し反抗に出た時、ラバウルは補給船を切断され、後方に取り残されている。 その後も駐留していた日本軍は度重なる連合国軍による攻撃に耐えつつ兵力を温存し洞窟陣地に小り武器を自作するなどし食料や日用品の自給自足体制まで整え牢状を行った当時南東方面艦隊参謀長であった草坂龍之助は仮に連合国軍が大兵力で攻め寄せてきたとしても十万、 以上の大出血を強いたであろうと語っている。これを見た連合軍は、反抗に当たり頑強な抵抗が予想されるラバウルを占領せず包囲するにとどめた結果、1945年8月の終戦まで日本が占領し、日本軍のオーストラリアへの空襲などに使われた。噴火中のタブルブルサン・ラバウル市は、南北キロメートル、東西キロメートルのブランシュ湾を囲む、 火山群の北西端にある。536年の噴火が世界中の気象を変え、過去2000年で最悪の気候をもたらしたという説がある。535年のクラカタウ火山の爆発も原因であるという説や水性衝突説もあり、はっきりしていない。1878年の爆発でブルカン火山が形成された。1937年のオーストラリア領の時、 二つの山が同時噴火し507人が死亡した。オーストラリアはニューギニア地区の中心をラバウルに置いていたが、来に移動させた。1941年12月の日本とオーストラリア間の海戦当時に小噴火を繰り返していたタブルブル火山は1942年6月に噴火が終わった。1994年、 近郊のタブルブル火山とブルカン火山の同時噴火によって5メートル以上の荒廃が市害を、遅い大きな打撃を受けている。住民は近郊の山林に避難し、ラバウル空港は放棄され、南東に20キロメートル離れたココポーの町に、新空港と政府機関が移転した。ラバウル付近では、各国の援助で再建が進むものの、旧市街は荒廃に渦漏れ放棄されたままである。 ありがとうございます。